回熊本に、ルフィ像を見に行ったんですけども、今日は前回見れなかったですね。僕がワンピースで一番大好きなキャラクターに会いに行こうかなと思ってます。あとはその周辺に何体か別のキャラクターの銅像もあるみたいなんで、それもついでに見れたらなと思ってます。まあとりあえずのんびり熊本ぶらりしてきます。入りまくりのもう絶望的な、もともと履いてたタイヤをですね、タイのイーストーンっていうブランドのブロックタイヤに、履かせて変えました。で、まあお世話になっているバイク屋さんのおじちゃんに、ブロックタイヤってぶっちゃけどうなんやろねって話をしとったらですね、まあ、やっぱ見た目は男らしくてかっこよくなればって、まあ燃費も悪くなるし、アスファルトを走るときは結構ボコボコやけん走りづらいよっていう話はしてたんですけど、でまあいろんなブロックタイヤを見て、まあ、なるべくそのアスファルトオンロードを走っても、まあ、そこまでこう支障がないようなブロックタイヤを選んで履かせてみたんですけど、まあ今のところ走ってる感じは全然そんなにボコボコ気にならないんで、まあこのタイヤにしてよかったなとは思ってます。あとはミラーと、まあ、ブロックタイヤを変えて全体のバランス的にやっぱもともとついてた純正のシート、あれがなんとなくアンバランスでちょっとうーんって感じだったんで、それも楽天でちょっとブランドは分かんないんですけど、タックロールの、シートをですね交換しました。やっぱりタイヤとミラーとシートが変わるとバイク乗ってる方は分かると思うんですけど、だいぶ全体的な印象がガラリと変わるんで、その3つを変えたことによってものすごい男前株がさらに男前になったなと思ってます。あとはもう、まあ、ちょこちょこした小物なんですけど、このレックシールドの、縁に、車のドア用のですね、ドアガードっていうんですかね、モールっていうか、それをこうつけてる方が結構株主の方でいっぱいいて、ああこれつけてみようかなと思ってつけてみたら、やっぱりこうグッと締まりが出てつけてよかったなと思いましたね。あとは、クランプバーですね。クランプバーをつけました。やっぱ株乗ってる方は分かると思うんですけど、普通のバイクって大体ここはバーハンドルみたいになってて、自転車と一緒でこうパカッてこう、こういうスマホホルダーとかつけれるようになってるんですけど、カブはこのカバーがつけれない、こう太いんでつけれないんですよね。なんでこのミラーのここのボルトとナットのところにこのクランプバーを共締めしてつけてる方が結構いたんで、それもネットで買ってつけてみました。で全体的に快適な仕様になったと思います。はい、今熊本の益城町ってところに着きました。今日はちょっと回るところがかなり多いんで、お昼ご飯はちょっとお弁当をサクッと買っていきたいと思います。今から行くとこなんですけど、インスタで見つけて、
今日ちょっと来てみたいなと思ったお店なんで、ちょっと行ってみますね。こんにちは。いいですか。すいません。後ろに唐揚げとかまだあるけど、唐揚げできる。唐揚げ、はい。あ、後ろってごめん。あ、こっちね、こっち。はい。あとチキン南蛮弁当もできるし。あ、チキン南蛮できるんですか。チキンカツもできる。あ、チキン南蛮いいな。チキン南蛮も同じ値段？一緒一緒、全部一緒。500円。あ、じゃあチキン南蛮にしてもらおうかな。南蛮のみでいい。うん。あ、ご飯も。これここが全部チキン南蛮でいいか。あ、それでよかったです。じゃあこれをちょっと取ってから。お願いします。どのくらいの大盛りしようか。結構それ普通みんなそのぐらいですか。いや、ちょっと蓋が閉まるくらい。これでいいか。それでよかです、はい、ありがとうございます。それで500円ですか、うん、めっちゃ安いですね。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、え、いいですか、うん、おまけ。もう種類が少ない。あー、すいません、ありがとうございます、はい、じゃあ1000円から、はい、サービスまでしてもらって、はい、すいません、ありがとうございます。いただきます。はい、というわけで、買ってきました。熊本益城町の福ちゃん弁当、見てください、このご飯の量。SNS にご飯は店員さんがついてくれるんだけど、自分でストップを言わないといつまでもついてくれるっていう噂だったんですが、本当にいきなりお金の用意をしてたらもうこの量になってました。しかもなんとこちらのお惣菜もサービスでつけていただいて、お店の多分店長さんなのか分からないんですけど、女性の方がですね、どっから来たとって言って話しかけてくれて、いい旅をって最後言ってくれたんで、熊本みんないい人ですね、本当。じゃあ感謝していただきます。これはすごい重いです。もう多分ご飯だけで 300g 以上あると思いますけど、じゃあちょっといただきます。うん、うめえ。はい、今益城町の益城町運動公園だったかなに到着しました。見てください、これめちゃめちゃ綺麗な運動場。ここは皆さん全国ニュースで知ってると思うんですけど、益城町ってすごい熊本地震の時にすごい被害がひどかったとこなんですよね。そうで、まあ今回その自分が見て回ってるワンピースの銅像も、そのワンピースの作者の方が熊本出身ということで、まあ、熊本の復興も兼ねて熊本の各地に銅像を建ててるっていう企画でやってるみたいなんですけど、でこの綺麗な運動公園の中にいるのが、ワンピースでは、天才料理人として有名なこちらの方ですね。見えてきました。サンジですね。おー、すごい。ルフィもすごかったけど、サンジもすごいリアルに作ってあるな。ちゃんと料理も持ってますね。you